Hey guys, it's Miley, Aoyama Miley です。今日は9月、10月の My Favorite お気に入りを紹介していきたいと思います。Let's get started! はい、まずはちょっとスキンケアから始めていきたいと思います。で、今月結構自分の中では肌が結構改善したんじゃないかなと思っていて、まあ、まずエスティローダーさんの美容液から紹介していきたいと思います。まあ、今月から発売されたこちらのアドバンストナイトリペア、結構昔からこれあるんだけど新しいものになってて、そう大人っぽいパッケージで、もうちっちゃい頃からお母さんずっと使いたいなと思ってたものなんだけど、でも本当に次の日の朝の肌の心地よさ、ハリ、ツヤみたいなのがもうすごくて、すっごいお気に入りにしています。だけどこれは結構肌がちょっと荒れてるなと思った時に使っていて、少し高いし節約の面でも毎日使うっていうよりかは、次の日にすごい大切なものがあったり、その週にお仕事があるよっていう時に使っています。で、あともう一つは、まあ、前も多分紹介したと思うんだけど、こちらの Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatmentどちらかっていうと普段使いをしています。こっちもそんなに安くはないんだけど、エスティローダーさんの美容液で、これはビタミン C とか、なんか日焼けしてるなっていう時とかに個人的に使っています。で、そうするとワントーン明るくなるから、まあ、そういう場面使いでこの2つを使い合わせています。前にも紹介してたんだけど、このブリーブリーの SOS スポットパウダー、本当はめちゃくちゃすごいものなのに、使い方今まで間違ってて分かってなかったんだけど、簡単に説明すると、今こういう風に白い部分と透明な部分で分かれてると思うんだけど、このまま使ってほしくて、振っちゃうとこの粉がすごいいいものなんだけど、粉が綿棒にくっつかなくなってしまうので振らないでください。で、綿棒をこの中にピシッて入れて、この白い粉みたいなのを少し綿棒の先っちょにつくようにして、その綿棒の先っちょをアクニー、あれなんだっけ、アクニー、あ、ニキビのところにこうチョンチョンチョンってつけて寝ます。で、朝顔洗って流すと、もう本当に見違えるほど綺麗になります。でも結構本当にここ数年ぐらいニキビで悩んでて、この2つに出会ってからもうだいぶ良くなってきてて、まあ、普通にニキビない人から見たら、そんな良くないよみたいな感じだけど、もう個人的にはすごい良くなって、今もファンデーションしなくても済むようになったので、めっちゃ嬉しいです。そうね、これは夜につけて、これはこの2つは夜も朝もつけられますけど、毎日つけてるわけではないですって感じです。で、だからこのブリブリはこれから重要なものがあったりとか、あ、ニキビできそうっていうところにちょっちょっちょってほんの少しだけつけてあげると、次の朝全然違うので、めちゃくちゃおすすめです。メイクさんにおすすめされたマーコなんとかみたいな、アメリカのブランドのこういうドライングローションがあるんですけど、それちょっと日本では取り扱っていなくて、で、成分表みたいなのを見たら、これも結構そのメイクさんにおすすめされたやつと結構似てたので、もうこれは日本でも買えるからぜひ使ってみてください。そして、まあ、次はちょっと洋服っていうかパジャマなんですけど、お誕生日にもらったんだけど、ジェラートピケ、ジェラピケっていうのかな、まあ、このめっちゃソフトなズボンです。まあ、今日パジャマできたからちょっとなんか汚いっていうか色があるんだけど、まあすっごい触り心地が良くてめちゃくちゃ可愛くてすっごいお気に入りです。で、最近少し寒くなってきたので、こういう生地のものを着てみるとすごいって感じになります。で、結構お気に入りです。誕生日プレゼントでもらったんだけど、本当に毎日のように使ってます。
で、パジャマで結構個人的によく困ることは、で結構ウエストだけ謎に細いからこうブカブカしちゃうんだけど、これはここでこう調節できるからブカブカしないです。はい。そして次は、まあ、ジュエリー系なんだけど、これも誕生日でもらってスワロフスキーのネックレスなんだけど、前にこうスワロフスキーがわーってあって、まあこれは何だろう、ピンクゴールドかな、わかんないけど、まあ、本物だけどあんまり18禁とかではないから、まあ、シャワーの時とかは外しています。濡れるとちょっと錆びたりしちゃうので気をつけて扱っています。ですごい丸って結構何にでも似合うからお気に入りです。で最後はこのちょっとブランド名をいつも忘れちゃうんだけど、何だっけな、まあ後でここにこう書いてあるからそれを見てください。でこれはちょっとずっと欲しかった系のピアスで、下にこうストーンがついてて、ピンク系パープル系のストーンがついてて、こうタランタランって感じ、こういう風にバーナーみたいなピアスじゃなくて、ちょっとシャローなピアスをしたい時はこれをめちゃくちゃ作っています。今日泣きそうで怖いので、大切な日とかにしかあんまつけてないです。めちゃくちゃ可愛い、いやこのね、揺れる感じ、なんか結構こういう系のピアス今流行ってると思うので、ぜひ皆さんもつけてみてください。はい、ということで結構なんかいくつかしか紹介しなかったんだけど長くなっちゃったと思うんだけど、まあ、ぜひみんなもこのようなものを使ってみてください。で一応リンクも貼っておくので、気になったものがあったらぜひ試してみてください。Hi, thank you for watching my video. Please like, comment, and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye! Ryan Little.